皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせております、コナスキン、ブルーロックの感想動画撮っていきたいと思いますので、今回は、2クール目に入ってから第3話までですかね、第15話の正直する感想、一切忖度ない感想をいつも始めまして、今回はありで話していきたいと思います。というところで、ブルーロック、どうですか？いやまあね、ほんと今、国内でも人気爆発と。海外はなかなかまだ難しいのかなってか、まあ2クール目入るとね、ちょっとまた海外って結構人気がポッと落ちてきたりもするんですけどもね。っていう中で、まあ今季やっぱ東京リベンジャーズよりは盛り上がってんじゃないかなと。もともとね、2クール目、このブルーロック2クール目が今季の一番おもろい作品なんじゃないかっていうことを言ってましたがね。じゃあ今んとこどうなのか、15話今回どうだったのかというところで。まずネタバレなしの感想結論から、入っていきたいと思います。というとこで今回ですね、まあ、ブルーロック15話見させていただきまして、ネタバレなしの感想結論としましては、正直ですね、面白すぎるね、マジで。もうボロ泣きもうあの昨日僕の同志賞見てた人は分かると思うけども、深夜ね1時15分やってたわけですよ、1時半リアタイで。もうその価値しかないもんね。もう、マジで良かった、いいの。もう。いや、しかもすごいのが、まあ、散々ね、多分原作ファンの方からいろいろ皆さんもお聞きしてると思うんですけど、こっからなんですよ、まだ。僕、現時点でももうこんぐらいおもろいのに、さらに上がってくるんだよね。もうそれがこのやばさで。すごかったね。でもちょっと期待以上でしたね。なんか常に期待超えてくれるというか。ブルーロックに関しては、まあ、僕自身もね、まあ、原作ファンという声で、ね、こう単行本とかもね、こうやって持ってますし、マガジンでね、最新話も読んでるというところで、まあ、よくね、なんか今やってるところ、まあ、今、まあ、Under-20 みたいなのやってたりするんですけど、そこと今、これどっちが面白いかみたいな意見は、まあ、僕はこっちの俺、二次セレクションの方が面白いんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、でも、まあ、確かに最新やってるところめちゃくちゃ面白くてね、っていうところですけど、いやー、すごいね。で、やっぱなんかアニメならではの、まあ、今回ちょっと改変というかね、ちょっと時系列変えてきたとこがあって、そう、なんか僕見てるとき気づいてなかったんですけど、原作読み返したら、うわ、めちゃくちゃブラボーじゃねえかと。もうマジブラボーだったね、これこそ。うまかった、本当に。見事絶妙だなっていう改変もあったし、今回、だから前回やっぱ作画がちょっと怪しくなってきてんじゃねえかと。でも CG もね、なんでここで入れんだろうみたいな、ちょっといろいろ事情があるんじゃないのかなっていうのが言ってたんですけれども、作画も良かったっすね。作画も非常に良かったし、かっこよかったね。やっぱ聖人も豪華だしね、そこもすごい良かったんですけど。なんかこのブルーロックの末恐ろしさをまた感じたし、ちょっとすごいグッときたよね。いや。で、その上で今回やっぱすごいのは、このなんか、しっかりこう試合のすごい感動とか面白さ、熱さっていうの出した上で、しっかりギャグというか、ちょっと長むパートみたいなのもあったりとか、また今回からね、新エンディング、2組目のエンディングも解禁されたりって見どころしかなかったなっていう感じはしましたね。まあ、やっぱ今季これ派遣だろうというふうに思ってます。ブルーロックね、やっぱ、すげえわ。もう面白すぎるね。で、まあ、こっからが本番なんで、むしろ。それがやっぱすごいなっていうか。改めて思ってますし、なんかキャラ立ちっていうかね、まあ、今季ね、なんか7人だか、なんか8人だかなんかいてさ、もう1人ぐらいしかキャラわかんねえみたいな作品もありますけれども、まあ、その意味ではブロックってすごくない？出てくるキャラ、全部立ってるからね。もう、パンチも効いてるしさ、かっこよさとこの、なんか描き方、まあ、今回で言ったらね、まあパズルの描写がすごい良かったとかね、まあいう話もあったですけど、まあそこも気合ってましたよね。かっこよすぎるんだよな、マジで。ちょっと面白すぎだなっていうのをね、思いましたね。まあ引き続き、まあこっからもうガンガンも面白さ上がってくるの、本当に楽しみでしかないなっていう感じです。見てない人ね、マジで見た方がいいし、まあ今期ね、ブルーロックこれ見ないな、本当にもったいない。やっぱこれが一番おもろくなんじゃないかなっていう、一番、まあ覇権じゃねえのって思ってますけどね。まあ、ここから、まあ、いい作品もね、とはいえ新作も結構出てきてるんで、まあ、その辺のね、いい勝負というか、なんか面白さをどちらも出してくれるとね、すごい楽しいクールになってくるのかなっていうのはね、思ってます。はい。まあ、どうしてもね、盛り上がってますよね。深夜なのにさ、90人とか見てくださっててね、ありがたい限りですけど。まあ、そう、なんかね、正直、同時視聴もね、人が全然集まんなかったらやめようと思ってるんですけど、全然皆さん集まっていただける。でも、やっぱリアタイする価値はね、確実にあるわ、この面白さはね。で、まあ、ブルーロック基本的に前は前はおもろいんでね。そんな、昨日も言ってたんですけど、まあ、あんまり言ったらネタバレになっちゃうかな。まあ、これは大丈夫か。結構よくあるのはさ、なんか、スポーツアニメって、やっぱ中並びするときってあるじゃない。だって、基本的に試合決まる瞬間、まあ、野球で言ったら点が入る瞬間、サッカーで言ったらゴールが決まる瞬間ね。
バスケやったらまあ試合勝った瞬間とか、まあスリーポイント決まった瞬間とかも盛り上がるところって決まってて、基本ちょっとトーンダウンする場面があったりとか、あの進行たちの戦い以外で敵と敵チームで戦うとかあるじゃん。だってそもそもね、例えば自分たちは準決勝勝って決勝進出決まりましたけど、相手の決勝進んでいくの誰になんだ、準決勝やりますとかあるじゃないですか。でまあやっぱどうしてもピークからこう盛り上がりが下がる瞬間ってスポーツアニメって基本的にある、まあスポーツ漫画とかも作品的にあるんですけれども、この作品ね全然ないよね。もう常にやっぱどこも面白くてね、キャラがめちゃくちゃ魅力的だから、たとえ進行以外のサイドがやっても超面白いんだよね。これがやっぱりよくできてるなというかね、すげえなって思ってますけど、僕からも本当面白さはもうとどまるところを知らないというかね、まさしくこうブルーロックの真骨頂みたいなの出てくると思うんで、うん、ちょっとねセリフにも期待なんですけど、いやマジ楽しみすぎるなっていうところね、見てない人はぜひ見ていただきたいと思うし、もっともっとね、もうすでに人気爆発してますけど、さらに人気爆発してってほしいなっていうのね思ってます。はい、というこうね、今回のブルーロックネタバレの感想ね、なんか終わりそうになっちゃった以上としましょう。これネタバレなしとかのね、他ネタバレありの感想入っていきたいと思いますね。ぜひ15話最新話まで見ていただければ褒めてきますと嬉しいですというところで、ネタバレの感想としてはですね、もうまず第一に言いたいのが、なるはや、まあ、かっこよすぎるわ。もうなるはやがもうええやつすぎて、もういいキャラすぎてさ。で、まあ、今回その原作回案って言ってるのが、回想のシーンをねちょっと早めに持ってきたんですよね。原作だともう試合終わったぐらいに入ってくるんですけれども、今回その CM を明けにさ最初にポンって入れてきて、まあ、イサギがさまたあのこうオラつくというかさ、うん、こう覚醒の兆しみたいな、まあ、何がさあれをなんかもう分かってんのがまたいいんだけど、そう普通だったらお前なんだってなると思うんだけどさ、うん、ちょっと黙ってろ天才、今いいとこなんだよさ。で何がこれまでのこと思い出して、 OK ストライカー勝つってことだねってめちゃくちゃここなんかあうんの呼吸みたいなのがめちゃくちゃ好きだよ、そもそもね。でイサギもさ、もう今回イサギがめちゃすごかったんだけど、ちょっとナルハエがいいキャラすぎたね。うん、でまあでナルハエがこんだけいいキャラになるのがすごくて、だってさ、もともとの一時セレクションで全然正直目立ってなかったよ。だってイガグリとかの方が目立ってたよ、もはやね。ね、ゴエモンじゃなくて、待って、ゴエモンじゃねえな。ちょ待って、イエモンだっけ、イエモンお、まあ、ガガマルとかね、ちぎりとかね、国神とか、ライチとか、やっぱ、ナルハエ全然目立ってなかったキャラなんだけど、ここまでこう目立ってくるってさ、やっぱすげえなって。イエモンだね、やっぱね。っていうところで、まあそう、こんなキャラだってね、まあ、前回の時点でもすごかったわけなんだけれども、まあ今回その中でイサギとナルハエの対比ってのもすごかったし、ナルハエの回想シーンで、まあやっぱ結構しんみりするじゃん。もうこれ泣きそうになるよね。で、やっぱあの家族だったらさ、ナルハエが、まあ、打ち破れて、言っても暑さが迎えてくるんだろうなみたいなのが想像できんじゃん。ここがまた良くてさ、あのキャラメルもすごい良くて、ちょっとやっぱこれちょっとしんみりしてるとこもあったんですけど、うーん、面白すぎたし、でまあバローとねナジもやっぱものすごくやっぱ彼らの天才だというところで、そこも良かったし、でまあ盆栽対決というところでね、あのナラエとイサギの対決の中でやっぱイサギのこの適応能力の高さというかさ、この試合の中でお前そこまでやるかみたいな、やっぱこいつも天才なんだなみたいな見えてくるのがね、やっぱすげえよかった。でまあ、ナルハヤもさ、やっぱ俺もここで変わるんだって言って打ってくるの、またよくて、そう、あそこバローにさ、パスやったら決まったかもしんないんだけど、うん。でもそこでやっていく。で、それでパスしたかったことを食いていくわけじゃないんだよね、やっぱね。うん、あそこ決めてればっていうね。うん、すごいし、まあイサギはね、まあその、ナルハヤの技っていうのはまあトレースというかね、まあ盗んでいくみたいな感じで。まあ、資格をね新たな武器として、うん、天才の領域に行くというとこで、まあ、ナルハエの才能を食っていくというとこでね、いやーすげえよかったね、適応能力の天才、まあ、イサギのちょっと生きりも見えたわけですけれどもね、うん、見事だったね。まあ、でもやっぱナルハエはよかったね本当に。まあ、イサギはもうかっこいいね、正直ここのゴール決めてるのが、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、まあ、もちろんここもめちゃくちゃよかったし、まあ、でもナルハエ何よりやっぱナルハエこんだけキャラ立ってたのがすげえいいなと思ったし、回想入れるタイミングをこう前倒しにしたことでよりこうナルハエにこう感情移入できるというかね、彼のかっこよさも見えてきたし、それに打ち勝つイサギとか、またキングバローとかナギとかも良かったなっていうね思いました。うん、でまあ今回また良かったのが、あの試合が終わった後に新エンディングが入って、で C パートでさ、ナギとバローでなんかベッドの奪い合いみたいな。で、イサギも入るけども、イサギはもう蹴散らされるみたいな。
ここで和んだ描写も面白かった。最後のアディショナルタイムのさ、あのレオがまた病んでるのも面白かったし、でまあレオとね国神とちぎりで組むかっていう話になったわけですけど、じゃあどことやるのかと、まあこれでね、まあ投げたしってなったらまあ激アツなわけですけども、じゃあどうなるのかっていうところですけどもね。いやーでもおもろかったね。アディショナルタイムまたおもろかったな。レオがまた完全メンヘラになっててさ、そこもすごい良かったしね。何はなんだっけ、来る来ないみたいな。ここもねすごい良かったね。めちゃくちゃ面白かったし、でこういうその笑いもあって感動もあってっていうのがね、やっぱさすがというか、まあ勝利した中でさ、まあ、バロを選んでいくわけですよ、イサギたちが。でまあやっぱ僕はなんか当時やっぱ読んだ時に、これ7枚をなんかイサギって情で選んじゃうんじゃねえかみたいなちょっと思ったところもあって、バロってやっぱ制御するのは難しいだろうしね、どう考えても。まあだからこそ今回真下に降りてきてるわけでもあると思うんですけど、っていう中でやっぱさ、彼がこう上に上がんならバロだって言って選んでくる、なんかここもまた良くて、でナルハエもさ、ナルハエでこうなんかここにこう後腐れがないというか、ここもまたすごく良くてね、面白すぎたね。ナルハエはきっと J リーガーとしてねやってくれるんだろうと。そう、昨日も話してたんですけど、日本代表になれねえってだけでさ、プロになれねえわけじゃないんですよね。 J リーガーになれるというとこなんで、そういう面ではね、そう、まあ、彼ら諦めないで、ナルハエとか、なんかいい選手だよ、どう考えても。あー、すごいよかったな、本当にもうめちゃくちゃ感動しちゃいましたよ。もうそもそもね、イサギたちが勝った時点でもう超感動したわけだけど、ナルハヤのエピソードがまた良くてさ、ナルハヤの涙またすごい染みたよね。またあの回数をちょっと入れたのがあれが効いてきたなっていうのも思ったし、相変わらずのバロンのなんかオレオレなのまた面白かったし、まあ、実力は本物っすよね。化け物ですよね。なんか何がもう僕は奇跡の世代見えてしょうがないんだけど、いいね、たまんなかったなと。正直ちょっと構成的にも完璧だったんじゃねえよと思いましたね。マジ面白すぎんなっていう感じでした。はい、ということでね、今回のブルーロック2クルメ第15話の正直知る感想は以上となります。このご視聴ありがとうございました。まだまだね、ここからガンガンガン盛り上がってくるんで、マジで楽しみでしかないですけど、今回は本当もうナルハヤマジで最高でした、ブラボーでしたというところね。もうこんだけさ、立ってるキャラがいる時点なのに、さらにまた立つキャラ、結構凡才じゃない、やっぱ彼凡人なんだけど、こんだけキャラ立たせてくるってまたすごくてさ、改めてこのブルーロックの凄まじさ、またアニメのうまさっていうのもね、今回まあ原作のちょっと改変時系列変えてきたところもあったんですけど、見事だなっていうのを思いました。流していただきましたというところで、締めたいと思います。ぜひ、ね、見られた方、感想なんかもコメントいただけますと嬉しい。またね、来週以降も引き続き同時視聴感想動画もねやっていく予定ですので、ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もね、しますと嬉しいですよ。で今回の動画は以上としております。ここまでご視聴いただきありがとうございました。